変態日記見つけました。お疲れちゃんです、ラットです。で今回もですね、またまたヤバい日記を見つけたので、はい、そちらの方を紹介したいと思います。ってことで今回はですね、まあ、こちらの、まあ、キョスケスケルトンラッシュデッキっていうところで、しかもこのバーバリアンにヤリゴブリン、ゴブゴヤ、ベビドラのヤーメウッドっていう、なんかちょっとなんか中身がなかなかシュールな感じの、まあ、デッキとなっております。でこれがですね、今結構落ちちゃったみたいなんですけど、これだ、この人5876ぐらいまで行ってて、昨日はもうマジでグローバル2位とか3位とかにいたんですけど、まあ、ちょっと今落ちちゃったみたいで、そう、昨日この人に負けたんですよね。マジで。この30字デッキでほぼほぼ全てに勝ってて、そう、この人にだけ負けたんですよね。っていうので、もうこの辺負けちゃってるんですけど、そう。っていうのでね、はい、今日はこちらを使っていきたいと思いますんで、僕にしては珍しく、今日はまあ、マルチではなくて、まあ、グラチャレなんですけど、ただいま9勝無敗までね、来てるんで、まあ、このまま3連勝して、まあ、12勝、はい、したいなと思います。ってことで、バーバリアンとヤリゴブリン、まあ、ベビドラは最近使用率高いか。バーバリアンっていうのがなかなか、ね、最近見ない。マジで見ないカードなんですけど、まあ、そこを使ってるっていうのがね、まあ、よくわかんないんですけど、まあ、ジャイとか、ゴリとか、まあ、陸に対しては、すげえ便利なカードにはなっておりますね。っていうところで、まあ、マッチング待ちですね。はい。マッチング長いですね。ああ。お待ちを。マッチングするまで。で結構、まあ、スケラーのデッキって、そのスケルトンラッシュに毎回ポイズン防衛されたら、ダメージまあ、ちょっとは入るんですけど、まあ、そんなに入らないし、勝てないって思われるんですけど、意外とそうじゃなくて、まあ、相手これあれですね、結構、ファイヤーウルフ結構有名な方かな、多分。引っ込みたことある気がする。そう。結構ポイズン防衛されたらダメージ入らんでしょみたいな思われるんですけど、あーだるいな、これ許容だな思われるんですけど、意外とまあデッキにもよるんですけど、このデッキだと相手がスケラにポイズンを、まあ、防衛で使うと、じゃこのバーバリアンとかこのゴブゴヤが、まあ、今ないんですけど防衛でめちゃくちゃ活躍するんですよね。そうだから意外とそうなってくると小屋がどんどん溜まってきて、一気に流れがこっちのね流れになったりだとかがあって、最後の最後に一気に大逆転みたいなのもあるんでね、言うて全然わかんないですね。まあ相手がファイヤーボルトだとまあ相性的には良くなりますし、相手がポイズンだったら、そう、あーここで打ちたい、これちゃっちゃ処理して、やばい、 OK、このまま、これは相手苦しいよ。相手苦しいよ。はい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 。美味しい。え、待って、これ美味しくね？相手が今トルネード使ったことによって、あー入る、あー惜しい。そう。っていうので、こうなると、まあ今回はゴブゴヤが壊されるんですけど、相手は多分ポイズンをなかなか使えなくなってくるんですよね。スケラーに対して使いたいから。よいしょ。っていうので、このゴブゴヤが、溜まるはず。てか、溜めたいですね。こっちからしたら。で、相手は、ゴレデッキかな。ランバーある、ドラドラなんで、相手はゴレかな。で、これな、このライドラが嫌ですね。ダメージ入れたくない。だから、ゴブゴヤで一回受けてあげて、OK、これも、あ、バーバリアンとか出していいですね。多分。で、ここで打ってあげて、これベビドラ使いたいな。このメガゴーとか、ベビドラ処理したい。まあ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 、言うてみたいなところありますけどね。意外と相手のドラゴン3体が結構厄介ですね。これもこれ出してあげて、このままスケラ打ちたいですね。
打っていいか。で、相手に防衛ポイズン使わせて、で、その間にゴーレムはバーバリアンで溶かして、OK。で、この爆破で、しかもメガゴーとか溶けるから、惜しい。惜しい。で、このままさらにカウンターで、あー、つけれるんだけど、あれですね。ダメだ。一回スケラーが来るまで待ちいいっすね。あー、こうなるとなかなか、これはもう、キョスケの爆破で光栄全処理みたいな。で、その間に、このバーバリアンでゴールも溶かして。やばい、あのメガゴが、やっかい、やばい。これやばい。これやばい。やばい、ヤリゴブリンが全部持ってかれた。やばい。待て、俺のウッドが下手。やばい、感電。待って、やばい。これ負けた。やばい、やばい。待って、やだ。いやー。出たよ。負けた。まあ、よくありますよね、本当に。これは勝てた。これは勝てた。これは勝てた。マジで。動画始め、そう、撮り始めると、結構すぐに負ける事件は、まあよくありますよね。本当によくある。あー。今のも勝てた。今のも勝てた。はい。しゃあない。もうこんなクソデッキ、まあ見た目クソデッキみたいなとこあるんですけど、これが結構強い。まあ使い方次第ですよね、本当に。っていうので、これはもうウッド裂いて、相手がゴレとかラバ出してくれたらもうその瞬間に端前からキョスケスキャラとかでもいいと思いますね。まあ結構カード回しが大変かな。さあだってこれまあいいや、後ろなからキョスケ展開で、はいゴレ、これでスケラ打ちたいですけど、どうするかですね。打っていいな。打って、相手がポイズン防衛したら、ポイズン防衛で、はいはいはいで、相手が打たなかったら、この気をつけの爆破で光栄全部処理できるみたいな。おや？打たなかったってことは、まあ、あの場、あー。はいはいはい。あ、待って、ヤリコブリン優秀。見て、左の。で、これ右にもヤリコブリン出して、ホバリング処理。OK。OK。はいはいはい。で、まあ、ナイスイズは、キョスケでバイバイかな。まあ、ダメージはそんな入ってないんですけど、相手は遅延ゴレですね。よいしょ。やば。まあ、これバーバリアンでね。もう、ランバーは怖くないですね。よいしょ。意外と最近使われてないバーバリアンが、優秀みたいなところありますけど、あこれは餌ですね。ライドラなぁ、強いんですよね、マジで。最近なんか、グラチュレとかしててもライドラ、ライドラ、ライドラ、30し、ライドラ、みたいな感じですね、本当に。本当にライドラしかいない。で、ここのコアにホバリングで多分壊しに来る。ああ。これ多分この瞬間に逆サイキョスケつけらしたら多分相手止まんないんですよね。だって、ホバリングとかしかないし、ロリババ今使ったし、使ったから後ろからこの付け足しやりゴブが相手は苦しい。で、これは、ゴレはバーバリアンで処理。オッケー。いやー。で、ゴレとか使ってた時に相手のバーバリアンめちゃくちゃ鬱陶しいですもんね。来たら。でも相手のホバリングの方が鬱陶しい。やばい。やばい。やばい。ホバリングが、ターゲットが良くない。良くない。やばい。それも良くない。おや？あー、でも左じゃなくて右が削れてる。よし。なんでこれはもう最後に攻めて勝ちですね。ですね。さすがにこれはノーダメージはないはずなんすけど。やばい。ん？ないはずだと思ったんですけど、まで、しかも相手キョスケの爆破避けやがった。え？やばい。これヤームウッドでしかも防衛できないから。これ、やばい。マジやばい。やばい。待って。俺、勝ち確だと思ってた。勝ち確だと思ってた。そういうのが良くない。やばい。間に合い。やばい。待って。入ってない、入ってない。これでも、やらめで飛ぶ。オッケー。オッケー。危ねー。はいはいはい。これ、スケラ打ちたいけど、打った瞬間の、あこれ一回、小屋置いてから。オッケー。これスケラ、相手やりこぶも防衛しないといけない。あー、それはずるい。それはずるいよー。でも、打っと転がして、とりあえず。だって、このダメージ入ってくれないと負けるよ、俺。待って。え？
ッケー待って、やめ、え、これ削れないみたいなありそう。おー、危ない、よかったー。よし、そう、これ今の相手のデッキがマジで流行りですね。ホバリングでもないかな、なんかホバリングがメガゴとか、まあビビドラかな。高いな、そう、でもこれも高い、あ、高いな、やば。今のグラチュレ意外とレベル高いっぽいっぽいですね。はい、って感じで結構流行り、そう、流行りがポイズンが多め、まあゴレとか、あとはなんか陸が多めのディカポイとかかな、今増えてるのかな。なんでそれに対してバーバリアンが意外といいのかな、かなですね、かな。いいとは言い切れないですけど、なかなか。はい、でまあ負けちゃったんでね、ラストあと2試合かな、2試合勝っていきたい。さあ、またなかなか強そうな人が来ましたね。ってことで、とりあえず、まあ最近見ないんですけど、五分小屋置いて、あれでこれ26かクロスか、ペッカのなんか流行りの、あー、ペッカっぽい。ペッカっぽい。ペッカ臭プンプンしますね。やばい。この、やばい。この小屋は残したいですね。オッケー。でだー、これな、このデッキライドラめちゃくちゃしんどいよな。マジで。しかもこのデッキ結構前の時からもうなんか、すごい使われてたやつで、めちゃくちゃ前だな、めちゃくちゃ前にオケタイ、オカティみたいな人もマルチで使ってたデッキなんですよね。これな、スケル打ちたいですよね。いやー、一回捨てるか、これ捨てたくなかったけど、まあこの判断が吉と出るか凶と出るか。でまあ始まりの吹き矢は、おお、あ、でも巨スケの爆破で半分削れるってでかいっすね。吹き矢が来たらウッドで、あー、ここでスケル打ったら吹き矢がいるから、あ、まあいいや、やらめるし、よいしょ。さあ、おいで、あれ出てこない、相手コストがないか。あー、おいしい、めちゃくちゃ刺さった。これだな、これだってもうバーバリアンで、はい、お疲れ。やば、バーバリアンが強いと思ってしまう自分がいるけど、実際そうではないんだろうなと思いつつ、よいしょ。いやー、バーバリアンが強い。やばこれ、吹き矢いるけどウッドは打っていいっすね、やめあるんで。この辺は始め、ああ、はいはいで、また後ろからですかね。別に始まりでもいいんですけど、始まりでペッカでトンって止められた時が一番苦しいかな。うん、これ入る前でもいいんですけど、ね、まあ入る瞬間ぐらいで打ってあげて OK で、相手ロリババだから、この後ろ付け足しのやりこぶとかが結構止めれない感じかな。あー、戻らないで。オッケー。で、これもバーバリアンが最強になるゲームなんで。はい。で、これもバーバリアンがダメージ受けてあげて、よし。よし、オッケー。これ流れめっちゃいいっすね。相手ライトニングだから。オッケー。あー、感電ゲームだ。感電強いっすね、マジで。マジで感電が強い。オッケー、ああ、平石にしたいけどできないか。やば、なんか、絵がすごい、絵が。マジで、そのアリーナ1みたいな。これ相手多分苦しいんじゃね？これはもう相手が結構なんか苦しそうなんで、もう無理やりスケル打ってあげて、しかもライトニングなんでね、相手は。もうやりゴムも苦しいし、オッケー、終わった。そう、最近ライトニングも多い。よし。さあ。っていうところで今11勝。うん、相手は6-2。まあ、ぼちぼちですね。これ相手のこのペッカ吹き矢とかも多いですね。まあ吹き矢が多いからやら、そう、吹き矢ギャングが多いな。の、そのスケバルとか。だからそれに対してベビドラもいますし、ヤーミウッドっていうこの2スペが
結構ぶっ刺さってる感じもしますね。で、僕30石使っててこのデッキに負けたんですけど、30石って意外とあのバーバリアンとかが結構きつくてですね、まあ巨助も相手あるんで、そう巨助で片方塞いでからの逆塞、またバーバリアンとかで防衛してるされると、そう30石とかにもまあ勝てちゃうデッキかな、これはっていうところで、さあ最後よし。で、とりあえず五分小屋。とりあえず五分小屋。で、まあ、この位置に出して、もう一個上でもいいんですけど、正直どっちでもいいですね。これだとタイミングで逆サイフ来たらしんどいって時は、もう一個上の方がいいですけど、これはバーバリアンがあるんでね。サイトアップ。まあ、ポイズン使った。けど、オーブンがなかなか厄介。厄介。まあ、セパレートやり五分して、リガっぽい。ペッカリガっぽいかな。多分。やばい。このオーブンはまあ、しゃなし。しゃなし。相手多分、ペッカリガっぽい。ペッカー。あー、わかった。ミリペ吹き矢のやつだ。多分。そうだ。そうだ。これある。あー、これビビドラ出したらダメだ。吹き矢が来る。そう、この相手のデッキも、あ、惜しい。今、流行ってますね。流行ってる。流行ってるというか、そう、グラチャルでいるんですよね。この、平均コスト 3.0 のスケラデッキが。マジで。僕デッキを平均コストで覚えるんですけど、これマジで相手のデッキ 3.0。マジで。多分いずれ、焼き鳥かな。焼き鳥リガポイ好きですから、多分焼き鳥が動画で紹介すると思うんでね。そう。リガポイ好きな方は、焼き鳥の見ればいいかな。と思います。ってことで、いやー、これねー。普通のリガポイならまだいいんですけど、相手回転がめちゃくちゃ早い、かつ吹き矢ゴブリンがいるんですよね。吹き矢ゴブリンが。そう。さあ、でも相手はまあミニペで強隙を抑えるか。OK。まあ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 、ミニペ割いてほしいですね。てか相手バーバリアンもしんどいか。よし。これセパバーバリアンだな。お？相手それやってるわ。これセパレートからのセパレートからの、まだ、あ、待って、これは美味しい。これはマジでチャンス。相手だってミニペでしかこの巨助溶かせないのに、大事なミニペ咲いたら、この巨助をなかなか止めれないっていう。これヤナム打っても。はい、はい、はい、苦しそう。でもな、ポイズン防衛なんだよな。やばい。このディガーだな。やばい。やばい。やばい。それは俺が下手だった。いやー、吹き矢強え。やばくないですか、今の。今のでそんな持っていくっていうぐらい持っていくじゃないですか、だって。これ多分コウモリだよね。やばい。これ負けたかも。いやー。やばい。あー、ポイズンで終わった。終わった。終わったー。あれなぁ、端前吹きやなぁ。分かったってもああなっちゃいますよね。どうしよう、最後な、最後の一戦行ってもいいんですけど、長いんですよね、もう長くなっちゃうんですよね。まあ、長くなっちゃうけど、いっか。ラスト。はい、ラスト。12勝できるかどうか。一応、やってきますか。はい、ってことで、まあ、ラスト12勝目。まあ、これ12勝して終わりたいんですね、宝箱かけて。すぐそういうことする。よし、相手の熱気がまあ分かんないときは抵抗やりこぶとか鬱陶で回して、さあなんだ、うん、あーフラグアイゴル、やばい、あーこれあれだ、枯渇三死だ、枯渇三死だ、多分枯渇三死。よし、最後にはいいんじゃね、最後には30試合で多分ですけど、ここは多分ガゴ群れからのディガーが飛んでくる。あー、ディガーボーイね。なるほどね。で、ここで、相手は、エリポンですね。僕の声に対して多分エリクサーポンプ置いてきて、で、僕がキョスケスケラーするとガゴ群れで防衛してきます。そうだな。後ろから行くか。矢の雨が欲しい、矢の雨が。矢の雨があればギャングが来ても、ガゴ群れが来ても。くー！これは、右側に何もしないやつで、
そう、右側のマスキニタイをキョスケでボコボコにする。で、左側をバーバリアンでボコボコにする。よし、やばい、待って、下手だった、位置が下手だった、危ない。ウッドこれ使いたくないですね。あの、相手ギャングあるんで、そこでギャング追加とかしてくるんですよね。まあまあ普通か。はい、で矢の飴をここで裂いちゃうとなんですよね。はい、これは今相手が上手ですけど、キョスケスケラして矢の飴をガゴムレに打てれば、あー相手うまい位置ですね。はいはいはい、これはアドですね。ん、やばい、シャシャってたらやばい、いてー、マジか、めっちゃウケるやん。この瞬間でリポン期待した。 OK、 おいしい。でこれもギャング来て打っとったら勝ちなんで、てかまあ矢の飴読み合う目で、あーやばい、 OK、 おいしい。いやでも相手の防衛がうまいな、防衛がうまいさあこれでまあ 3C セパ、あーまあ1体誘拐したらいいや、1体誘拐でいい。まあそうきますね。これはウッドして、ウッドからの矢の飴も打って防衛ですかね。 OKOK でこのディガーを一応やりこぶとかでちょいと防衛ですね。相手もうしんどそう、何もしてないけどしんどそう。これスケラ打ちたいな、でもスケラ打った瞬間にな、そう三重子が来るのが嫌なんですよね。ほぼ角で来るっすけど、まあ行くしかないですね。そしたら相手前も後ろも止めないといけないですから。あ、これさ、なんかたまたま、あースケラが入ってる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 、勝った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 、はい、ドヤ顔ドヤ顔、よいしょ。これはまあ枯渇三子どうなんですかね、多分相性意外といいんじゃないですかね。三十四に、まあ、枯渇三子には矢の飴とウッドあるんで、ガゴムレもギャングも怖くないですし、はい、すごいですね相手。よいしょってかな。はい、ちょい長くなっちゃったんですけど、まあ本日はね、こちら12章動画っていうところで終わりにしたいと思います。では、はい、よければこちらのね、まあよくわかんないデッキなんですけど使ってみてください。ではバイバイ。